こんにちは、ももほです。今日はですね、こんな感じの純割ピーチメイクをやってみました。いかがでしょうか。結構いつもと違う感じのメイクに仕上がって、私は超気に入ってるんですけど、ポイントとしてはアイシャドウをね、リキッドタイプのアイシャドウを使って純割感を出したのと、そのアイシャドウでチークとかリップのねラインとかも描いて、とにかくねナチュラルに純割感が出るようにメイクを仕上げてみたので、皆様よかったら最後までご覧ください。ではスタート。じゃあまず今カラコンは入れた状態なので下地を塗っていきます。で、そしたらジャビンデソウルのウィンクパウデーションパクトのクッションファンデを今日は使っていきます。ウィンクパウデーションパクトっていう名前だけあって、こんな感じでパッケージがねウィンクします。で、これめっちゃ私が気に入ってるポイントがあるんですけど、パフがクッションファンデの付属のパフにしてはめっちゃ分厚くて使いやすいです。中は普通にこんな感じになってて、私は一旦こう取って、ここでね量を調節してからお肌にのせていきます。で、これ鹿沼ちゃんとかいろんな結構 YouTuber さんがいいって言ってて、本当に使ってみたかったやつで、マジで使ってみたら確かにめちゃくちゃいいです。多分いつも見てくれてる方だったらわかると思うんですけど、ファンデーション私マジで買えないんですよね、気に入ったものから。でも普段使いもしようって思うぐらいめっちゃいいこのファンデーション。あと私はなんか塗った時も大事だけど、やっぱ崩れにくさが一番重視してて、クッションファンデなのにめちゃくちゃ崩れが少なすぎる。これはしかも仕上がりもめちゃくちゃ綺麗。そんなにめっちゃしっとりみたいな感じではないけど、乾燥肌の私でも全然乾燥しないから、本当になんかどんな肌タイプの人でも結構使いやすいファンデだと思う。あとね、本当に鼻の毛穴がめちゃくちゃ消える。今日私なんかマジでね、鼻の毛穴がね過去一汚かったんですけど、こんなに消えるってぐらい消えてる。そんなハイカバーって感じじゃないけど、重ねれば重ねるほどしっかりカバーができるから、ナチュラルに使いたい人もカバー力が欲しい人も使いやすいファンデーション。めっちゃ綺麗じゃない？素晴らしいです。あと本当にお直しが超しやすい、やっぱクッションファンデだから。本当にね、パウダー重ねてないところとかだとポンポンポンってやるだけで一瞬でファンデ崩れが治ります。マジおすすめ。そんで私はいつも通り顔の中心とかクマとかをね一旦消していきます。私はこれはねコンシーラーっていうよりハイライトみたいな感じで入れてるので、正直カバー力的にはファンデだけで全然大丈夫なんですけど、ハイライトとして入れていきます。本当になんかね肌がプリプリになる。肌がプリプリになるって何って感じやけど、乾燥肌の私が使ってもこのクッションファンデはねめっちゃいい。はい、まあこんな感じで顔の中心を明るくできたら眉毛を描いていくので、その前にパウダーを使います。これもジャビンデソウルのパウダーです。1番です。こ
これは中がこんな感じになってて、下にパフがついてます。で、なんかね、付属でこういうブラシもついてきてました。めっちゃふわふわ。眉毛の上にとりあえず塗ります。はい、これもしっかりサラサラになっていいです。で、そしたら眉毛を描いていきます。こんな感じで、だいたいほんとここら辺から後描く感じで、目頭側だけぼかして、こんな感じです。はい、こんな感じで眉毛がね描けましたら、次はアイメイクに入っていきます。まず使うのがこのラベンデソールのウィンクアイシェードプライマーです。まずこの9番の色でベースを整えます。本当にね、これめちゃくちゃすごいのが、二重幅とかシワとかに全くたまらなくて、こんな感じで簡単に少量乗せてポンポンポンって指で押さえるだけで、塗ってないこっちと比べるとね、少量でもこのまぶたのくすみとかを薄くカバーしてくれて、目元のねトーンとかキメを整えてくれて、発色とかも良くなってより綺麗なメイクができます。下まぶたにも軽く乗せるとこんな感じです。私は結構ね、このベースカラーを明るいコンシーラーとかで作ることが多かったんですけど、やっぱりこういうアイプライマーでベースを整えることによってメイクの持ちもねめちゃくちゃ良くなるので、おすすめです。本当にこのくすみがねなくなるって感じ、9番は。で、そしたら次に4番のディープコーラルをまぶたにのせていきます。で、これがね、なんとアイシャドウプライマーだけじゃなくて、アイブロウマスカラとかチークとかシェーディングとかリッププライマーとかも使えるらしくて、本当に1本持ってるだけで何役にも立つっていうのが魅力ポイントだと思います。で、これのせてすぐ密着してくれるので粉飛びの問題とかも本当にないし、こんな感じでねしっかり発色してくれます。可愛くない？このじんわり感。普通のねパウダーのアイシャドウではちょっと表現しにくいね、このじんわり感が一瞬で出てくれるからめちゃくちゃ可愛い。チュンチュンチュンって置いて、本当に手でポンポンするだけ。で、これをここにのせて、指にとってこの目尻側に、下の目尻に少しのせます。こんな感じ。あとちょっとこの目頭側にも少しだけのせます。指に残ってるやつぐらいを。こんな感じで、今さっきさここにちょっと出したんですけど、それもね全然本当にこすっても全く取れない。このぐらい本当にね密着力がやばいです。そしたらね、今ちょっと涙袋がぷっくり見えないので、5番のペールローズっていうカラーを涙袋に少しのせて、こんな感じで少し広げます。この色もめっちゃ可愛くない？なんか他にないカラー。こんな感じで今アイシャドウが終わったんですけれども、今度あるね目変わり期間中に特別なプレゼントとセット販売がされるみたいで、この後ジャビンデソールのマスカラを使うんですけど、目変わりの期間中にね購入した全てのお客さんにこのマスカラがねプレゼントされるみたいです。で、このマスカラもねめちゃくちゃいいので、ちょっと後で私のまつげを作る時にぜひ見てみてください。
で、その特別セットっていうのは、可愛いポーチと、このミニウィンクアイシェードプライマーの11種で構成された目変わり特別企画セットっていうのが発売されるみたいなので、よかったらみんなね、気になる方はぜひチェックしてみてください。じゃあ次にまつげを作っていきたいと思います。まずちょっとさっき使ったこのパウダーでまつげをすくうようにして油分を取ります。で、そしたらいつも通りまつげを上げていきます。わお、本当にまつげって大事すぎる。こっち半目みたいじゃないもん、もはや。このアイシャドウめっちゃ可愛い、じゅんわりって感じで、こんな感じでまつげが上げれたら、さっきちょっと紹介したジャビンデソールのウィンクプレイマスカラを使います。これ繊維が結構入ってくれてて、まつげ一本一本をね、めっちゃ長く見せてくれるのと、植物性カーリングワックスっていうのが入ってるらしくて、それによってね、カールをマジでしっかりキープしてくれます。あと本当に束が作りやすいっていうか、ちょっと塗っただけでこんな感じでしっかり束になってくれる。この液のもたっと感が本当にちょうどいい。すごくない？やばくない？つけまですか？涙とか水分にもね、強く作られてるらしいです。で、ちょっと束感を調節したいので、ピンセットに取ってこうやって束にしていきます。で、束を調節するとこんな感じです。やばくない？本当に爆漏れまつげになる。で、下まつげも下げてきます。で、今下まつげを下げたので、マスカラを同じように塗っていきます。軽く塗ってこんな感じにしたら、また毛先だけを少しだけつまんで、ちょっと調節します、束感を。そしたら反対側のまつげもやってきます。はい、こんな感じでまつげができたんですけれども、いかがでしょうか？めっちゃやばくない？なんかこのマスカラの色がめちゃくちゃ高発色で、パキッてした感じのブラックだから、めっちゃ華やかな目になるし、奥行きが出る感じがして、このマスカラやばいね。本当にすごくない？なかなかないんですけど、これこういうマスカラで。そしたらこのがっつりまつげを上げたので、粘膜が見えてるので、粘膜を埋めていきます。わお、本当にすごい、このまつげで。そしたらアイラインを引いていきます。こんな感じでアイライン引きました。で、そしたら涙袋の線を少し描いていきます。こんな感じでちょっと丸みを帯びて描く感じで描いたら、両端をぼかします。どうですか？めっちゃいい感じじゃない？で、シェーディングもね、さっき使ったこのジャビンデソールのウィンクアイシェードプライマーの08番を使います。本当にね、こんな感じでシェーディングにも使えるから超優秀。こんな感じでいつも通り私がシェーディングを入れる時みたいな感じでやります。で、結構乾くのが早めだから、のせたらすぐぼかしてあげるのがいいです。こんな感じでめっちゃ自然にね、シェーディングができます。で、あとこのね、眉下のところにちょんちょんってのせて、こんな感じで
鼻筋にねぼかしてあげるとめっちゃ自然にシェーディングができます。でもうちょっと濃ゆくしたいとこにこうやって塗って、もちろんこの鼻下とかこのね陣中のとことか唇の下に塗ってあげるのもできます。できますってかおすすめです。時間が経つにつれてさ、シェーディング薄くなっていくとかあると思うんですけど、それもない。こんな感じ。このリップメイクにもめっちゃいいと思う。このカラー粉だとこの唇の上とか取れちゃうんですけど、これだとね割と長時間ここでキープしてくれて唇がキュッてなってるように見えるのでおすすめで、こんな感じでシェーディングができたらチークもこのジャビンデソウルのアイシェードプライマーでやっていきます。まずこの7番のニュートラルモーブ、じんわり系でいきたいのでここら辺に置いて指でなじませます。超かわいい。え、やばくない？めっちゃかわいいんですけど。本当に私が作りたかったじんわり感が出てる。4番のディープコーラルもちょっと重ねてみようかな。中心ぐらいのところに。え、めっちゃ可愛くない？超可愛い。4番を鼻先と顎にも塗ります。顎もこんな感じで。え、めっちゃ可愛くない？本当にじんわり。そしたらこのさっきチークに使った7番をリップライナーとしても使えるみたいなので、唇にも、自分のなりたい唇をいきます。カメラ越しに伝わってるか分かんないんですけど、こんな感じで縁取りがめっちゃしっかりできます。しかもこれ本当にこすっても取れないから、リップライナーとしてもめちゃくちゃ確かにいいかも。リップをね仕上げに塗っていきます。で、あとハイライトを忘れてたのでハイライトを入れていきます。で、ちょっとさらにじんわりにしたいので、こういうスティックタイプの本当にツヤを足すちょっと待って、なんて言ったらいいの、バームみたいな、本当にこんな感じでツヤが出るハイライトを塗って、ほっぺをね、桃みたいにします。え、ちょっとさ、このアイプライマー唇に使うのめっちゃ好きかも。めっちゃ綺麗じゃない？やばい。はい、髪の毛やってきます。はい、こんな感じでメイク仕上がりましたが、いかがでしたでしょうか？めっちゃじんわり感が出てめちゃくちゃ可愛くない？どうでしょうか？髪の毛とかもいつもちょっと違うようにセットしてみました。で、今日はねジャミンデソウルさんの商品を主に使ってメイクしたんですけど、本当に久しぶりにちょっと感動したぐらい全部商品良かったので、メイク中にもちょっとお伝えしたんですけど、9点の目変わりの時に特別なセットとプレゼントが販売されるみたいなので、そちらもぜひチェックしてみてください。本当にさ、肌もさめっちゃ綺麗じゃない？おでことかは何にもハイライトとか塗ってないんですけど、このツヤ超綺麗じゃない？あとね、アイシャドウも見てほしいんですけど、マジで二重幅にも溜まってないし、目の下にも全然溜まってない。すごくない？普通にさ、パウダーしてアイシャドウしてもちょっと溜まったりするのに、ここまでこのアイプライマー1本でさ
できるのすごくない？しかもチークの色味とかさ、リップの色味もめっちゃ可愛い。ヤバ豆です。結構本当に使ってみてください、ぜひ。ではこんな感じで今日の動画終わりにしたいと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンとコメントもたくさんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあねー。